はいどうも、いつも動画見ていただいてありがとうございます。今日はね、今日も最近ねバイクをねやっぱオフシーズンということで、いじくることが多いんですけど、今ねちょっと走ってきたんですよ。このバイク用でないこのジャンパーやっぱ寒かったです。それでね、なぜ走ってきたかというと、今日ねオイル交換、オイルとそれとエレメントを交換しようと思って、それでねちょっとエンジンぬくめた方がダーッとオイルがね、抜けやすいので、それで今ちょっと走ってきました。それで今日使うのはこの、ホンダのね G210W40。 なぜだかね、私のこのゼファー、初めあの川崎のオイルを使ってたんですけど、それからね、こっちに変えてね、めっちゃ調子がいいんです。なぜだかわからないんですけど、クエスチョンなんですけど、それでね、もうずっと何年もね G2 ばっかり使ってます。それでこれ G2 が今回ね新しいパッケージになったんです。それと古い G2 もまだね、1リッター感あるんですけど、メーカーさんに問い合わせしたらね、混ぜていただいて大丈夫ですよということだったんで、とりあえずこれを3リッターと、それとエレメント変えるので、何百 cc が当たらない分はね、旧型の、G2、それと混ぜていきたいと思います。それでエレメントはね、今回この南海さんから出せるこちらのエレメント、こちらね、エレメントとパッキンと両方一緒になってるんです。それで、これがもうそのまま南海さんの在庫があったのでね、送ってもらいました。まあそんな感じでね、今日はゼファーの、オイル交換と、それとエレメント交換、それとこれもマフラー外すのでね、マフラーもね、塗装までできたらいいかなと思ってます。そんな感じで頑張ります。おっす、まずはマフラー外します。これね、ゼファーのマフラー外すのはね、この細いと薄い、そしたらねこれ全部ネジ山通るんです。だからね、このね薄いやつ、おすすめします。そしたら簡単に外れます。はい、外れました。今日はね、オイルはこちらそのまま捨てられる、買ってきたので、これでそのまま、ここにオイルをしましたいと思います。それでこれ17のネジになります。超汚れてました。それで、ドレンワッシャー新品にします。それで、ドレンワッシャー閉めます。あとエレメントも新品します。それでここへつける前にね、オイルをつけます。この今回つける G2 のオイル、これをつけます。はい、つけていきます。それでねオイル入れます。とりあえずね、3リッターなんで、これまっさらなんで、これ1リッター、とりあえず測らんといきます。大体
wrapped up without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise, with you. I just wanna get to know ya. はい、それでね、外したついでにね、簡単に色塗ります。とりあえずね、あの耐水ペーパーの400番で軽く磨きます。それでもさあ、それで塗ります。今回は耐熱の黒塗ります。はい、こんな感じで綺麗に塗れたので、しばらくこのまま放置して乾かします。はい、これでね、ちょっと半乾きつけていきます。はい、どうですか？ピカピカになりました。まあ、そんな感じで、これね、あの前回質問いただいてたんですよ。マフラーだけ色塗った時に、それであのマフラーのネジどのようにして締めてますかって。これね、本当にね、普通の例えばあのラチェット、あの普通のサイズのだったら絶対にね、これフレームとね、この六角当たってしまうんです。これだからね、これね、そのまま入れれなかった。スパナでやってたらね、これ4本締めるに本当にね、30分とか1時間かかっちゃうんです。だからこのね、あの細いタイプ、この一番ちっちゃいタイプ、これ何ミリっていうんかな、これな、あの2分の1サイズとか3分のなんとかサイズとかあるのね。それの中の一番細いタイプです。それと肉厚の一番薄いやつ、それだったらそのままで、あの締めたり外したりできるのでね、めちゃくちゃいいと思います。それと今日あの塗ったこれトリオなんですけどね、注意書きのところに、24時間自然乾燥してくれ、ってなってたのでね、今まではね、あの塗って2時間ぐらいでエンジンブーンってかけてね、そしたらこうあの焼き付け塗装っていうんですかね、もうブワーって煙が出てね、なってたんですけど、今回はね、ルールを守りますだからね、もう24時間かけて、乾かしてエンジンかけます。それで最終あのオイル の量のチェックして、それとエンジンかけた時にね、このネジがねちゃんと閉まってなかったらね、またガス漏れするんでね、締め直しとかね、最終チェックは、24時間後明日やりたいと思います。こんな感じでいかがでしたでしょうか。今日の出来栄えはどうですか。まあ私的にはね、今日は結構すんなりいったのかなと、素人おっちゃんの、まあまあいい感じかなと思いました。それでね、初め、ヒゲが生えてました、不祥髭昼ご飯食べてね、歯磨きしてて気がつきました、すみませんでした。そんな感じでね、また明日もね、何かガレージで楽しんでる動画アップしていきますので、よろしければチャンネル登録してください。それとまた明日お会いできれば幸いでございます。それとあのいいね、高評価、グッドボタン、これもめちゃくちゃ好きなんで重ね重ねよろしくお願いいたしますてなわけで、また明日の動画でお会いしましょう。今日はゼファー7ファン7ファンやで7ファン楽しみました。ありがとうございます。おっす。